皆さんこんにちは、ノア。今日もとっても暑い一日になりました。音楽の基礎を少しずつ身につけて、いろんなバリエーション、変奏ができるとピアノはもっともっと自由に楽しくなります。今日もメダカの学校をいろんなバリエーションで弾いてみます。楽譜がなくても自由に感覚で弾けるようになると演奏の幅も広がります。先生も日々楽しみながら学んでいます。誰でも褒められると嬉しいもの。いつも先生にいろんなことを話してくれます。誰でも褒められると、またどんな楽しいことがあるかな。レッスンに来るのが楽しい、こう思うことがピアノ大好きになるコツです。メダカの学校ミュージックオン。